岩屋防衛大臣が先ほど記者会見し、青森県三沢沖で昨日消息を絶った航空自衛隊の最新鋭戦闘機 F-35A の尾翼の一部が見つかり墜落したと明らかにしました。また落ちましたよ。現場海域で当該航空また欠陥機ですよこれ。オスプレイもそうですけど F-35 も欠陥機じゃないですか。未亡人戦争機ですよこれは。まずいですよこれは。我々の血税をこんな欠陥機でどうしようもないですねこれは。本当に戦闘訓練を行っている最中にレーダーから消え、しょうがないですよこれはもう。